いや、いいとこ見しちゃって、いいとこ。また取材手が何点だよ、めっちゃ1キロ見てね。冷たいの、温かいの。そこから寒いけど、冷たいの。あったかいけど、冷たいのって、違うだろうと思って。はい、生姜焼き出まーす。しまーす。はい、温かく。お願いします。これは、ミニ天丼ね。お願いします。うちの一番の人気だから、うちの名人が作ってるから、2時間ちょっとかける割にはリハバが作る作ませんのに2時間4時間かけて仕込んでいる。三枚肉なんで、それをとんかつにして、あんまり早く来てもね、この人がいらっしゃいませ、ご主人。この方があれですか、小川の。そう、奈良社長。手が絡んでんだよ、めっちゃ1キロ見せてね。4人が飲んだってすごいな、僕の方が来てる。分かったですよ。火持たないよ、それは。持たない。持たない。じゃあいいよ。違う。だってこない。いやいや、半分分け、半分半分。半。じゃあいいよ。おい。はいよ。メモ見て買うの決めてる。そう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 。これの他でまたいいのがあれば買ってるし、これは最低限必要なの。いらないよとかっていうのはやり取りは何なんですか。いらないからいらない。勧められてるってこと。そうそう、これ持ってってって言われるけど、いらない。全部が全部は買えないからね。いろんなところ買いに行って、いいものばっかり買ってるんだよね。自分であれなんですよ、目利きして。あ、もちろんもちろん。半分ずつ買った。3と4。すぐ売りつけるのよ。これは予定外なんだ。まあ予定外、まあでもそれ以外のものを買ってくるつもりではいるから、どっちみち。この魚とかっていうのはどこから来てるんですか。これは主に埼玉が多いですね。埼玉の埼玉大市場っていう大きい市場があるんですけども、そこから入れてます。もともと築地から来てるやつ。そういうのもありますけど、ほとんどが直便で取ってるやつですね。大宮の市場にも会社があるから。本社で、はい。そうですね、ほぼ全国ですね、はい、それを売りつけてるんです。売りつけてるって言い方は見方が悪いんです。あながち間違いではないです。それ行ってくる。はいはいはい、はい、はい、じゃあ第一弾。もういいよ。
一般の人も第2、第4かなんかは土曜日は入りますよね。あ、儲かって儲かってしょうがねえって儲かって原水ほど溜まっちゃった。この密着ですか？知り合い多いっすね。みんな大体つながってますからね。商売始めてからずっとこの市場に来てるんですか？そうもう18年。でもその前からは他の前の仕事場でのやつとかできてたから。あ、おはようございます。はい、ありがとうございます。はい、300。歩くのが辛いです。痛まればみんな腰痛めるよ。で、今度はこの市場の中にうち加工場を作ろうとしてる。小山と結城、あと小山の駅東と今3店舗やってるんだね。で、その3店舗の他に今度宇都宮の方も出す予定なので、で、宇都宮のとこで料理を出すのに市場の中で魚も全部加工して、火を使うもの、煮付けとかそういうのも急速で冷凍して真空してっていうような、全店味を同じになるから。はよ、また戻ってきて、ね、2回目の買わされる。なおちゃんです。今だけは車を置いてくるから。あ、はい、コーヒーでも飲む？どれがいいの？あ、じゃあ、はい、ありがとうございます。寒いからね。雨とかになるとお客さんが来ないからね。はい、わさび昆布。まかないとか仕事終わってからも。お昼ぐらいまでだ。仕事終わってから行かないと。それも気になりますけどね。そういうとこ行かないし。ちょっと休憩。誰かとは違うから。最初今のとこじゃなくて小さな店舗でやってたの。同じ小山で加工大学っていうとこがあって、そこの裏で今の友禅屋に移転して2店舗目出して、だから2店舗目が今11年かな。本店が18年で駅前が11年で結城の左衛門が4年目かな。でみんなに俺は給料いっぱい上げたいからできるだけで、今今度の俺の目標は給料もいっぱい上げられるようにして、何ゆとりの時間を作ってあげたいから。飲食店ってね、やっぱ週末なんか休むとさ、みんな休むんかよってなるでしょ。だそれを平均してみんなが休めるようにしたいなと。で、労働時間もどうしても長くなっちゃうから、だからそれをどうしたら短くできんかな。だからそれでほら加工場を作ってみんなの手間をね、ね、例えば給料もらってもさ、家族でどっか出かけるとかそういうのができないと何のために働いてるかが分かんないじゃん。まあ俺は独身だからいいけどさ。あ、そうっすか。誰もいないの。経験はいっぱい。一回も結婚してない。募集中です。もうずっと俺は おふくろと二人で住んでるから、誰かいい人いたらお願いします。いや、めっちゃモテそうです。いや、モテないよ。本当ですか。そう、昼が定食、夜が居酒屋っていうのでして、で家族で来て夜はお父さんたちは飲んで、お母さんと子供たちはご飯食べてっていうようなスタイルの、要は台所みたいな。本当は有機店は友禅屋有機店でやる予定だったの。まあそこが年配の人がやってたからさ、名前がなくなるのはかわいそうだなと思って。で前は串屋左衛門だと。なら串屋左衛門を串屋は外すよっていうことで、ただ左衛門って名前はじゃあ残してあげようって、ついついに俺が言っちゃったもんだから、かわいそうだなと思って。ほら名前がなくなるっていうのはさ、だって今までほらずっとその名前で頑張ってきたわけでしょ。だったらそのまんましてあげた方がいいな。で前違う会社をやって、もう潰れちゃったんですけど、あの当時俺がいた時は12店舗やってたからね。俺はその先代に惚れて仕事してて、一応スーパーバイザーっていうあれをやってて、であの当時だからその 12店舗は全部俺が見て、一応売り上げが下がったら下がった店舗に店長として入って、売り上げが軌道に乗ったらまた売り上げが落ちたところに行って、
そういう役目をしてた。売り上げを落ちちゃダメ。まずはそのお客さんを喜ばせる、ね、喜んでもらうためにじゃあどうするんだ。あとはみんなで頑張ろうっていう意識づけですよね。だから俺はもう 朝からあのトイレ掃除から何から一緒になって俺はやってたんです。そこから売り上げを求めるから原価計算でその原価に合わせて売価をやってってやるでしょ。でも俺は違うと思う。例えばこっちはじゃあ1000円と思ってるけどお客さんが600円の価値しかないよねって思ったら600円の価値でしょ。これは600円より以上のものを出したいから、だから原価がどうしてもかかっちゃいますよね。でも結果的にはそれでお客さんが来てくれれば、だからまずはお客さんが喜んでもらうことを優先的に考えていけば自然と売り上げは上がっていくと俺は思ってる。俺みたいなほら個人店っていうのはね、お客さんが喜んでもらってリピーターになってもらって他のお客さんを連れてきてもらってっていうふうにしていかないといけないんじゃないかなって俺は思う。考え方はいろいろあるから、それが正しいとか間違いとかそういうのはないけど、お客さんが結構言ってくれもこれ儲かんのっていうから儲かんないって。でもそれでいいんですよ。まあこれから先はどうなるか分かんないけどね、今は手渡しでね、渡してありがとうねって気持ちで渡したいから手渡しなんですよね。封筒に全部一言コメント書いて、まあ30人先いますけど、だから全員みんなそう明細書みたいなの だけ渡す。でもそれじゃあなんか嫌だなと、俺昭和の人間だからね、なんかねアナログでそういう気持ちを忘れちゃいけないなっていうのはあるかな。でも みんないいやつだ。一生懸命やってくれる。俺みたいなとこに来てくれるわけだから、だったらうちに来てよかったなって思ってもらいたいじゃん。だからこそやっぱりほら店舗出して、店舗出すとほら役職が上に上げられるじゃん。そしたら給料も上げられるじゃん。だから今年は 1億借金も。でもね、1億借金してもさ、みんながそれでそのうち頑張ってくれて、でそれがみんなの分配になればさ、いいだろうし。51です。もともとこっちの人間じゃないんで、九州の人間なんで。あ、生まれが熊本の。こっち来る前は福岡にいたの。たまたまね、その時知ってる人がこっちにいたから電話して行っていいですか、ぜひ来てくれ、もうすぐその時働いたとこ辞めますとか言って辞めて、1週間後にはこっち来ちゃった。で1年ぐらいして結果的には喧嘩して辞めて。福岡出たかった。いや、そういうわけじゃなくて、自分のなんか働いてるのに納得してなくてね、その時ね、もっと大きくなってやろうなんてね、若かったからね。うち親父がずっとね、10年もう寝たきりだったのね。言葉も喋れないで、心臓病もあって、ガンでもあって、脳梗塞もやって、で、お風呂親父が兄貴のとこにいたんだけど、で、俺のとこに来たいって言うから、で、迎えに行ってトラックで連れてきて、朝4時からね、セブンイレブンとかで工場がある、そういう工場で俺はバイトして、朝7時までやって、で、それから戻ってきて10分15分仮眠して、自分の仕事の板前の仕事に行って、で、夜終わって、でそのまんまその夜が終わったらちょっとあの土方の、まあ、週末とかね、土方の仕事して、それでやっぱりずっとやってて、その時は22、23、もうそう、もう本当に、まあ、家も決して裕福ではなかったんで、でもそのおかげかなって思う。自分でやんなくちゃってハングリー精神じゃないけどね、そういうのあったの。若い時に厳しかったね。だから今みたいにあれじゃないもん。昔は本当に蹴飛ばされたいで平気だったからね。バイトの子たちはね、いや本当によく頑張る。あ、本当にいい子。1年、やっぱ1年いたらね、本当に伸びて、みんな。だからお客さんがね、言ってくれるの。ここの子たちはみんないい子だね。それぐらい一生懸命頑張ってくれるからね。そうそう。大体が大学生かな。会社が前の会社が倒産したから、うん、そう、前の会社が、そう、その時俺手元に俺50万もなかったし、本当なかった。その時家を建ててたから、いや、サラリーマンやってもこれ返せねえぞなと思って、いや、店やっちゃえって言って、ドタバタで急に始めちゃった。7年そこでは働いてたんですけど、そう、先代が好きだった俺が。いや、すごい人だった。今でも夢の中出てくるから、自分の中で迷ったりすると、やっぱそういう夢の中でよく怒られる。親子みたいにでも可愛がってくれたし、うん、今でも尊敬する。絶対したい、絶対したい。まあ多分いたら多分やめてないんだろうけどね。確かにそうっす。ありがとうございます。
これ YouTube で流すの？ああ、スターだから。いや、もうこの間もほら、思うまで出てっから。思うま毎週見てるよ。面白いな。いや、いや個性的な人もいっぱいいるしな。だからその個性的なところに俺が映っちゃったらおかしいよなと思って。元ほら ヤンキーだから。あれなんだよ。クジネチちょっとお会計上がってんの残念ながらなんで上げてじゃついでに今日でいいマグロ今日でいいんじゃないですか上がるぞあ、終わった終わったカツオが 1.8 それで終わりねもう終わりだよもういいいつも必ず最後なんか何か考えるいいいいって言わないとねどん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 乗せるでも多分今日は雨が降ってるからお客さんもそんなに来ないかもね昼間ねちょっと待って、はい、よ取材代理だ。また一服です。あ、一服。なんだろうあんた、そんなさっきから。腰が。さっきから。そんな、なんか今ちょっと気づいたけど、なんだろう。ぎっくり腰。マジで？うちまで行くの？行かねえよ。食べに行ったりとかもするんですか？食べに行くじゃない、飲み行く。勝手に来て勝手に飲んでんだよ、俺と一緒に。誰も。呼んでねえのに勝手に夜はね、あの塾ホストクラブなんで塾ホストいや他でもそう、お客さんがグラス持ってこいよとか言うからそうここにはもう言われる前にも自分でも飲んで俺カクテーブルで飲んで回ってる忙しい時にねガラガラっとかっこ悪いからね金曜日は土曜だやっぱねそう土日は並ぶ金曜日はね、そうでもない今度車で向こう側に行って八百屋さんに行ってそれから帰るどうせなら もうちょっとあのこんな腰痛めてる時じゃなくてシャキッとしてる時に着いたかったおはようございます映画撮るんだ映画撮るわけはいどうぞ配達でもいいんだけど自分で見ないとねやっぱり分かんないから何でもやっぱいい悪いをしないと逆にほらお客さんには失礼ですじゃあありがとうございます何腰痛いのそうぎっくり腰あっちゃん頑張りましょうはいまたね全部ここに来てからあの名前を書いてでここでメニューを決めていくでここで注文を聞いてで中にご案内するお客さんここで待つけども中に入ったらすぐ料理が出てくるって感じになるんでコロナのねあれもあるからそのソーシャルなんちゃらも取れるんで、はい、夜はねもう席予約しないと週末はだいたいもう 3,4 組はごめんなさいで入れない全然分かんないいや社長は知ってんのかなと思ってあーありがとうありがとう食った話あの急速冷凍機の今テレビをこう見てたんだって夕べやってたんだけど進歩してんなうちはそのさっき言った加工場で1000万する急速冷凍機を買うそれを気にかけてくれたんですかそうそううちの子たちはみんなそのテレビを見たりなんかとかそういう情報交換じゃないけどこういうのがありましたああいうのがありましたみんなねだから本当に一生懸命やってくれるでこれはこれ出してるキュートンっていうこういう状態を演出するやつを組ませんのに2時間4時間かけて仕込んでるんですあ3枚肉なん でそれをとんかつにして出してるも
もともとカレー屋さんで、自分は割烹屋だし。見惚れちゃいましたね。片手ぐらいから、脱サラでサラリーマン辞めてデスクワークは若い頃だからね。ここにあるああいうネタ、一ボールで。やっぱ重々とか見るんですか。あ、全部見てますよ。わ、全部撮ってありますよ。面白いですわ。俺も行きたいもん、本当は。行ってみたいなと思うとこいくつかあるよ。はいはい、だけど何屋さんなんか行きたいですよね。なんかこっちは全部蒸しちゃうけど、向こう蒸さないから、あれ蒸さない方好きなんですよね。うちもあの夏は生のやつをあの焼いて、で出すんで、安くで出すから、だからうちお客さん結構それ目当てで来てくれる人多いで、ワンサイズでかいのね、うちの。普通あれ大体1キロで5本入りを使うんだけど、うちは 1キロで4本入りなんで、ワンサイズでかいので、冬はもつ鍋に変わっちゃうから、その時期的なものしかうちはやってない。冬はもううち生の牛もつ鍋をやるから、塩味だけど、それ目当てで結構来てくる。でも結構人気で、最後の締めのラーメンまで。あ、みんなもう職人だから、刺身も揚げ物ももちろんみんなできるけど、全部天ぷらの下準備です。あの一回一回粉つけてやったら間に合わないんで、先に粉つけて段取りだけとかないと、はいはいはい、お刺身とお寿司の握りと丼にのせるのといろいろ変わってきますね。これはもう丼にするだけなんで、刺身はちょっと厚く切ったり。エラと腹ワタ取んないと魚がどんどん悪くなっちゃうから。中骨ってこのあれに沿ってずっとこう骨があるんだよね。そうそうそう、こう触るとチクチクってこう口に入るとやっぱり違和感が出ちゃうから。ランチは大概どんぶりしか出ないんで。色が白っぽいのと赤っぽいのってなんか違いあるんですか。トロ系じゃないですけど、下の部分の赤身は上の部分、こっちの下の部分の方が数が取れないんで高くなってくる。中トロとか大トロとかになっていくと数が取れないんで、どうしても高くなる。そうそう。個人店で伸ばしてるんだから、すごいよ、この社長なんか。今度宇都宮にも出すでしょ。ね、社長も裸一貫でやった人だからさ、接客もうまいしさ、ね、あとお世話になったしね、この手書きの。ね、全部社長の手書きですよ、メニューでも何でも。独特の字でしょ。意外にやっぱ努力もしまないよね、そういう部分じゃね。もう10年ぐらい付き合ってるけど、できないね。これはあの鶏の天ぷらとあの竜田唐揚げ。社長もともと九州の人なんで、もうこう鶏の天ぷら有名じゃないですか。みんなで考えてるんですかね。9割社長ですね。ここはもう2日に1回は交換しないともう使えないから、15分かかるんですよ。うちの一番の人気だから、うちの名人が作ってるから。もう時間ちょっとかける割には、手間かかる割には、リハマが少ない。俺と社長で考えたから、それが今人気メニューになってる。そうだな、あの思う馬のおかげです。準備だけしといて、すぐ漏れるように。もう本当に出るんですね。そうですね。夜はね、飲むから時間かかってもあるんだけど、ランチはね、みんな時間ないから、なるべく早く出して。
あ、それでは注文聞いちゃいます。はい、はい、こんにちは。はい、これね、カメラさんありがとうございます。マグロとブリ、カンパチで3種類だけど、はい、要は2食だから2食丼3食だけど2食丼作るのに2日かかると究極とんかつ。前は5食だったんだけどね、これ目当ての人結構多くって、だからこれ頑張って大ミニア作ってる。柔らかいよ。それだけテイクアウトできる。あ、もしかしてできる。それテイクアウト。ゆうとえび天丼。うん、ゆうとえび天丼はうどんとそば、冷たいのあったか、冷たいのあったかいの、そこからその人が冷たいの、あ、冷たいの、寒いけど冷たいのって違うだろうと思って、間違えちゃった。あったかいおそばね、はい、はい、はい、まあちょっと待ってね、はい、おはようございます。二食丼、温かいうどん1、ミニ天丼、温かいそば1、ミニ天丼、冷たいそばが1、おあと究極とんかつ1、ミニ天丼、温かいうどん1です。はい、お電話ありがとうございます。ゆうざいでございます。お昼が11時半から2時までで、ラストオーダーが1時45分ですね。はい、生姜焼き出ます。はい、お願いします。はい、はい、いらっしゃいませ。あ、そっち、あったかい生姜だよね。はい、この生姜と、うん、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、あったかいうどん。はい、はい、4択いきます。はい、あったかいうどん。はい、冷たいうどん。はい、はい、あ、ごめんね、はい、お願いします。はい、牛ヒレいきます。でも今日は全然少ない全然少ない、いつもの5分の1ぐらい。週末だったらもう大体みんながほら表で聞くんで早いでしょ、料理出てる。はい、すいません、いただきます。
はい、どうぞ。靴は家とくらいいよ。ごめんね、靴脱がすですね。はい。とんかつの開発。じゃあ職人たちと話をしてこういう風にしてっていうのは俺が持っていくんだけど、そこにこうこの味にしようとか、衣も最初テレビに出た時はもうちょっと熱かった、でもお客さんのこう見てると衣だけが残ってくるから、で今また改良して今度は薄く衣をつけるようにしてサクサク状態にして、で出し臭みを抜いて、だから臭みがない、豚のほら独特の匂いがするじゃないですか、それがない。味とかもメニューも全部社長がとりあえず決めてる。だいたい俺が決める。職人さんの意見も取り入れて、あ、もちろんもちろん、だからみんなで一つの商品を作るっていう風にしていった方が、せっかくそれなりの技術をもみんな持ってるからね。技術は彦さんの方は全然技術は持ってるし。何か抜いてるんですか。軟骨、これホタルイカ、はい、鶏天アーチが2、お願いします。はい、ありがとうございます。またお願いします。ミニ天の冷たいそば1、ミニ天の温かいそば1です。お願いします。はそうですね、終わっちゃいました。お席で話してた人は、あれ常連さんかなんか。いやいや、うちは基本的にもう来ればお客さんと大体話して、でまたおいでって、また今夜ねって。そうするとフレンドリーに行けるじゃん。そうするとまた来やすくなるし、よく言われるもん。うちの従業員からも、知り合いなんですかって、いや知らないって。初めて来たお客さんだよ。みんなほらね来てくれたんだから公平に仲良く。上に行ける。何が入りました？あげちゃう。社長せっかくすごいですね。すごいじゃん。できそうでできないですよ。本当に。すみませんね、ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。腰が痛くて。やだね、もう年取りたくない。3人で乾杯したいじゃん。あ、じゃあグラス3つ持ってきてあげようか。あ、いいよいいよ。大丈夫でした？
食べました。パックで持って帰る。はい、そうです。夜も来て。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。別々だと15,800円でもいいよ。はい、夜飲みに来れるようにね。はい。ご縁があるように。ご縁があるようにね。なんでね。100円。これあのみんなまだ夜飲みに来て。夜は居酒屋だから。あ、これは何時来る？あ、オッケー、9時終わってるっつ。みんなね、楽しくご飯食べたり飲んだりした方がいいでしょ。料理が出るタイミングとあれを見ながら、できるだけ待たせないで。向こうで待ってる分と中で待つ分だとお客さんの待ってる感が違う。案内されてすぐ料理が出ると、うん、今までの、待ったのが超ケチになる。でもところがこっちに案内されてまだかなってなると気持ちの中が時間がかかったって思っちゃう。大丈夫ですか？就職祝いの。あ、そうなんだ、おめでとう。大丈夫、ぜひ食べちゃいます。美味しいです。2名様がお願いします。はい、元気でしょ。元気でこれなんだわ。ね、すいません、またはい、せん、はい、1580円。こっちに入れる？あ、もちろんです。だよね。一応聞いてみた。天丼はなんであの量になったの？俺のイメージが天丼ってドンっていうのが天丼の。そしたらああいう風になっちゃった。なんか少ししか入ってないとね、なんかね、天丼っぽくない。最初から昔からよくお客さんからテレビ用に作ったんだろうって言われるけど、いよいよ最初からで、あれもふっと浮かんでこうやって天ぷらにしよう。究極とんかつもテレビを見ててふっと思いついてこういうふうにして作れって作らせて。もうずっと仕事のこと考えてるから。あ、もう常にもうドラマがあるじゃない。食べてるシーンがあるじゃない。テーブルに出てるもの、後ろに飾ってあるもの、そういうのを見ちゃう。テレビって今の時代に合わせたものをやるでしょ。だから勉強になる。今はこういう感じをみんなが好むんだと。ずっとアイディア探ししてるような感じ。そう、車を運転しててもそう。あの看板とか見てるでしょ。看板見てて作りとか色合いとか、白地に黒地だったりだとか、また逆バージョンであったり。それってやっぱ時代の流れでいろいろ変わってくるし、いいとこは取ってくる。その時代に合わせたいって言いながらも、それと逆を行く時もあるし、それが目だったりとかすることもあるし。これ夜のメニューなんですけど、これ俺自分で作ったの。自分で書いたの。これは全部俺が手書きで書いてるの。だから微妙にあの字がね、線がね、曲がってたりね。鳥もこれ夏の鳥で朝閉めたやつだけど、その工場に行って打ち。そう。でこういうとこの工場から持ってきますよ、持ってきてますよっていうのを。今日ほら市場行って買ったでしょ。市場で買ったやつをこうやって全部毎回おすすめを書き直すから。4店舗ってなかなかだと思うんで。それはみんなが頑張ってくれ。社長だから偉いと思ってはいないんですよね。みんながいるおかげでエアソーブってられるだけ。偉いわけではない。だから俺も一緒にやって動くし、顔だけちょろっと出してあとは頼むよ。あんまそういうの好きじゃない。だってそうしないとみんなが頑張ってんだもん。俺がのんきにしてるわけにはいかない。みんなが頑張ってんだったら俺も頑張ろう。俺も頑張るからみんなも頑張ろう。尊敬してたあの会社の社長さんはどんな感じだったの？僕ら以上に常に考えてた。仕事のことばっかり考えてた。それが伝わってくるもんね。だからこの人のためになんか俺も手伝おうっていう気になるし、自分一人じゃないですからね。社員さんには家族がいるわけでしょ。それを俺は守んなくちゃいけないわけだから、潰すわけにはいかないし、かといって儲けすぎても今度はお客さんに申し訳ないし、儲けようと思ったらいくらでもできますよ。でも長くは続かない。あ、多くてもいいんです。はい、どうも、またね。はい、ありがとうございました。あとは柚子胡椒、隣の柚子胡椒をちょっとずつつけていただいたり、大根おろし上に乗せていただいて、その上からお醤油かけていただいて、さっぱりお召し上がりいただけますので、よかったら。2日間ほどの肉を煮込んでまして、下味がちょこっとついてます。そんなに
ソースもつけるタレの入れ方なのでお試しください。そうですね、みんな近場なんで帰らない人はまかない食べてそのまま自由に休憩する。お疲れさー。お疲れさー。うまく編集してください。終わった。ありがとうございます。いいえ。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いいぞ。はい。どうもいいんだけど。